ジデブチャンネル始めるよ、レッツゴー。どうも、とんこっちゃんです。おはよう。さあ、朝ごはん作りたいと思うんですけど、今回はあのバズレシピ YouTube で見ました。もうほんと私も作らねばと思ってダイエット中で、もう前回ね、前々回ちょっと前にね、ダイエットするって言って今日測ったら 85.8kg。これ痩せた方なんですよね。88キロまで太っちゃってましたね。すいませんね。いい感じで今減ってます。なんで、ダイエットレシピ作りたいと思うんですけども、今回は、このもやしを使って、カルボナーラ、もやもやーラを作りたいと思います。材料はざっと。もやしなんか 200g って書いておくけど、うちも 300g。ちょっとね、150g やけど、まあ、これを、最初水で洗おうね。もうカルボナーラダイエット中にってことも、もやしだったら罪悪感ないよね。で、本当はね、ニンニクは生ニンニクを潰して刻んでっていうのがいいらしいんですけど、もうチューブで代用します。もやしは耐熱皿とか、これボウルに入れちゃうんだけど、チンでいいらしいです。今回フライパンここに準備しておくのに使わんじゃん。もやしはね、こんな感じでボウルに入れます。で、ベーコンにコンソメを少々、コンソメあとちょっとしかないけど入れてしまう。はい、と塩も少々、アルペンちゃんです。ラップしてレンジで3分半加熱するんだって。チンしてる間にベーコンを切るよ。本当はブロックがいいかもね、分からんけど。ブロックとかさ、いいじゃん、食べ応えあるし。卵をここに、本当はボウルなんだけど、ボウルが今ないから、卵を2個入れます。ここに粉チーズを入れるんだって。結構たっぷり入れていいらしいよ。こんぐらい入れてもいいってこと？カルボナーラやけんね。混ぜる。このバズレシピの方曰く、チーズは多ければ多いほどうまい。それ間違いない。チーズはないな。はい、混ざりました。チーンできたんで開けます。ここに熱いよ、このベーコンと、ここにこの卵液を、ね、私ニンニク入れてなくない？ニンニク、この人どこで入れた？ニンニクベーコン、もやしを耐熱容器に入れるって書いてあったわ。まあこの熱でベーコンも大丈夫か。じゃあここでニンニク入れちゃいます。はい、でこれを入れていきます。おーい。でかき混ぜる。しっかり、ちょっと水シャバシャバじゃない？大丈夫これ？はい、もう一回チンします。おい、チンしたらね、卵固まって、ほら、ちょっと待ってやっぱりもうシャバシャバよ。はい、いい感じじゃない？カルボナーラっぽさ出てる。じゃあ味見してみる。果たしていける？うん、うまいよ。じゃん、完成でーす。いただきまーす。うん、おいしい。なんかご飯のおかずになるね。結構ね、塩気が強い。多分ベーコンの塩気とコンソメかけてるから、あの塩少々いらないかもしれない。うん、おいしい。あ、これね、生ビールとかハイボール合うね。ご飯ももちろん合うし、お酒のおつまみにめちゃくちゃいいと思う。うん、うん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 、これダイエットにすごくいいと思う。うん、間違いなくうまい。さすがバズレシピ、うまい。マイコンいいね。うん、これでも一人で、今日作ったの二人分に分けたんです、旦那さんと。けどこれ本当に材料的にはもやしとベーコン少々。まあ、粉チーズも使ってるけど、卵と。っ
程度ヘルシーっていうか低糖質だから、本当に一人でもやし二玉とか食べちゃっていいと思う。一週間ちょっと私はがっつりこうやってちょっとまずレシピだったりこのダイエットメニューを作ってとか、体重どれだけ88キロから今日は 85.8 キロでどこまで1週間で落ちるか、今日は3日目なんで、あと火水木金土日あと6日か、意外といるな旦さん。まあ日曜日までにできれば私は84切りたいなと思ってますけど、あと 1.8 キロ、まあ、頑張ってね追い込みますよ、うん。ダイエットってなんか味薄いの食べるイメージじゃないですか、味ってないとか、それは全くこれない、味しっかりついてる。でもこれ食べるのは朝やね、うん、朝食べて1日もしっかり水分取らんと、これ次の日食べる塩分で結構むくんじゃうかも。最後の一口いただきます。うん、ごちそうさまでした。いや美味しかったですよ本当に。あ、これね糖質ゼロ麺とかでも作っていいと思う、うん、クリーミー系というよりはおかずとかおつまみになるしょっぱ系の美味しいカルボナーラでした。ぜひね皆さんも真似してみてください。それではまたね、バイバイ。チャンネル登録とグッドボタンよろしくね。